モズレー順段尺は、イギリスの順段尺位。過去に3回創設されているが、1期目はイングランド、順段尺位、2期目と3期目は、グレートブリテン順段尺位である。3期目のものが現存しているが、1980年以降は、連合王国貴族尺位、レーブンズデールく尺位と保持者を同じくしている。3期目の6代順段尺オズワルド・モズレー。 イギリスファシスト連合の党首を務めたモズレー家は、スタッフ,フォードシャーウルバーハンプトン近くのモズレー村に起源を持つ。ジョンウォーの時代には、アーノルドド・モズレーという者が暮らしており、その次男からランカシャーの氏族が生まれた。この氏族で最初に研究されるのはエドワード4世治生下の1465年のジェンキン・モズレーである。その後、 ニコラス・モズレーとアンソニー・モズレーの兄弟がロンドンで布商人として成功した。ニコラスは1590年にロンドンのシェリフ、1599年から1600年にかけてはロンドン市長を務め、1600年にナイトに著されている。またマンチェスターに邸宅を購入した。その孫であるエドワード・モズレーはスタッフ,フォード社のロールストンとマンチェスターに土地を所有し、 1640年7月20日には、イングランド順弾尺くらい順弾尺に除せられた。内乱中には、応答派として行動したため、1643年のミドルウィッチの戦いで、議会軍の捕虜となった。その後内乱に関与しないことを条件に釈放され、共和国政府に罰金を支払って没収された。財産を返還された。息子の二代順断尺、エドワード・モズレーは、 1660年にランカシャーのハイシェリフを務め、1661年にはハルムの荘園を購入した。しかし、子供がなかったため、順番社位は彼の死と共に消滅した。財産の方は争いがあったものの、結局アンソニー・モズレーのひ孫でアンコーツに土地を所有するオズワルド・モズレーに相続が認められている。その息子であるオズワルド・モズレーは、 1715年に、スタッフ,フォードシャアのハイシェリフを務め、1720年6月18日に、クレートブリテン潤段爵潤段爵に助せられた。初代男爵の死後は、長男オズワルド・モズレーが2代潤段爵、次男ジョン・モズレーが3代潤段爵を継承したが、3代潤段爵に子供がなかったため、この潤段爵位も廃絶した。その後、 二代純断尺と三代純断尺のハト子に当たるジョン・パーカー・モズレーがグレート・ブリテン純断尺くらい純断尺に助せられた。この純断尺位が2018年現在まで彼の男系男子によって継承されて現存している。六代純断尺オズワルド・アーノルド・モズレーはイギリスファシスト連合の党首として知られる。彼の先災は初代カー・ゾン公、ジョージ・カーゾンの娘。 シンシア・モズレーだった。カーゾン公が除された爵位の一つ、レイブンズ・デール男爵は、カーゾン公の二人の娘を特別継承者と規定しており、カーゾン公の死後、彼の長女メアリー・アイリーン・カーゾンが二代女男爵を継承し、彼女の死後は、シンシアと六代純男爵の間の長男、ニコラス・モズレーが三代男爵を継承した。 さらに1980年に6代巡弾尺が死去したことで7代巡弾尺位も継承した。イコーアンコーツの巡弾尺位は、レイブンズデール弾尺と継承者を同じくしている。2018年現在の保持者は、第4代レイブンズデール弾尺、第8代巡弾尺、ダニエル・モズレーである。モズレー巡弾尺家。ありがとうございます。